シュー来たぞ。入らへんでるし。おはようございます。皆さん、バッパー翔太でございます。ついに見てください。ガレージエリアがね、進んできております。はい。めっちゃ大きいチェンジ、カーペット衣装。ルースさんがね、このカーペット着てくれました。これちなみに何年製の素材です。はい。でね、この辺にね、いろんなもの載せれる感じになってて、ここはね、これからね、動画で見せるものが入っていくことになってます。はい。で、見てください。ソファーもね、こんな感じで開くようになりました。スイッチでね。はい。ということで。ガレージエリアだいぶ進歩してきてるんですけど、今回はねついに電気システム作業のスタートです。はい、ルーさん、これは長かったです。どうですか？そうですね、今回僕たちこのバスサニー制作するに、ある程度ね予定をしてたんです。どれぐらい時間かかるかなっていうのは予定をしてたんですけど、この電気システムのせいでもうめちゃくちゃ長引きました。皆さんほんま信頼できるところで電気は購入することをおすすめします。今日なんですけど、やっていくんですけど、ついにね電気をねこうソーラーをつけたんですけど、ソーラーから電気が発電されます。電気が発電されて貯めておく場所、バッテリーちゃんが届いておりますということで、早速サニーさんに設置していきたいなと思います。カモン、めっちゃ楽しみ。よし、重たいな。大丈夫ですか？ということでよっしゃということで、ついにやってまいりました。来ました、バッテリーちゃんでございますということでね、今回なんですけど、市長さんがね経営されてる日本の会社、株式会社ドラゴングループベンチャーズさんのねSOKバッテリーを使っていきたいなとね。これSOKでいいかね、読み方。英語だとなんて読むんこれ？SOK SOK バッテリーって言うんだけど、わからないと思う。ソックスで言ってこれやもんね。似てるからね。はい。ということで、このバッテリーなんですけど、リン酸鉄リチウムバッテリーっていうことで、はい。これがね、サニーさんの電気システムの電気をためとくバッテリーでございます。ルースさん、どうですか？めっちゃ楽しみ。多分電気の後、このバス、普通家になりますね。家になりますね。電気はね、僕らこのバス制作の中で一番こだわってるところなんで。一番信用できる日本の会社、経営されてるのはルースさんと同じイギリス人の旦那さんと奥さんが、日本人ってことで、日本語対応もね全然してくれるんで、こんにちは、いつもお世話になってます、ありがとうございます、ソクさん、はい、ありがとうございます。ルースさん、ゆきはせーはいの、はい、早速上げていきますか。オープン、はい。わー、めっちゃ楽しみ。発音難しい。英語はなんて言うの？リン酸鉄リチウムバッテリー、ジャストリチウムバッテリー。Lithium ion phosphate。ああ。多分ショート名前はあります。はい、this one。this one。LFePO4。ああ、そう、それはないね。ショートバージョン。なるほど。はい。ということで、パッケージもいい感じですよ。こっちはね、バンライフしてます。はい。そうですね。で、反対は。マリンみたいな感じ、ボートでもよく使うんかね、結構似てるもんね、キャンピングカーとボートの電気システムとか。はい、ということで、ちょっとオープンしますか。おお、この度はお買い上げいただきありがとうございますらしいです。Thank you so much for buyingみたいなところだ。さて、クリスマスタイム、クリスマスボックスのショータ、一番お気に入りアクティビティ、オープニングボックスです。いつもショートいつも玄関で待ってますからね、宅配が来るかどうかみたいな。はい。おお、見てください。めっちゃいい感じじゃないですか。フォローお願いします。SOKバッテリー。はい。LINE 公式アカウントとかもあります。わお、来ました。めちゃめちゃ安全そう。安全そうやね。これごっついガチガチに梱包されてます。おお。下にもまた梱包されてるって感じですね。お、なんかあります。このバッテリーターミナルね。ちょっと出してみますか。よっしゃということで、出ました。はい。おお、サイズいいですね。サイズめっちゃいい感じ、めっちゃコンパクトだと思う。私のイメージとボックスと一緒サイズ。はい。もう全然違う。これがSOKバッテリーのリチウムバッテリー。で 12V、12.8V の 206A でございます。はい。ということで、このバッテリー買うた時に、このね、一緒にもらったのが、5年保証証みたいな。ということで、これ1つに対して5年保証されてるって感じです。まあ、リン酸のリチウムバッテリーなんで、5年で壊れることはまずないとは思うんですけど、このやっぱり5年保証があったらめちゃめちゃ安心ですね。トラストフル、どうもルースさん。いいですね。心を安らぎます、ルースさんみたいにね。ならない、パニックならないですね。5年も保証あったら、はい。大丈夫ですか？ということで、5年保証もついてきております。まあ、今回ね、たくさんの視聴者さんから質問ありました。サニーの電気システム、どんな感じにするんですか？鉛バッテリー使うんですか？リチウムバッテリー使うんですか？どれぐらいの容量を置くんですか？とかね、たくさん質問あったんですけど、今回、サニーさんはリチウムバッテリーで賄いたいなと思います。まあ、なんでリチウムバッテリーなのかというと、一番はやっぱり視聴者さんがね、経営されているということもあるんですけど、リチウムバッテリーの方が最終的にはこうやっぱりコスパ最強、ルースさんの大好きなコスパ最強なんですよ、リチウムさん。コスパいいですね。コスパいいです。まあね、最初にね投資する金額はリチウムの方が圧倒的に高いんですけど、長い目で考えると、リチウムの方が圧倒的に安いということで、まあそもそもね、鉛バッテリーはバッテリーの残量 50% 下回ると劣化するんですけど、このリチウムバッテリーの場合だと 100% から 0% まで使っても、劣化しないということがまあ一つのメリットと、鉛バッテリーなんですけど 50% 下回らないようにちゃんと使ったとしても大体ね600回しか使えない。でもこのリチウムバッテリーだと、最低4000回で4000回から8000回ぐらい何回も何回も使えるっていうことで、毎日使ったとしてもこのリチウムバッテリーだと13年伸びてくれるって、生きてくれるって、このサニーの中で、はい、13年一緒ですよ。すごいですね。長い息ですね。長い息ですね。はい。で、まあ、鉛バッテリーだと毎回使ったとしても23年に1回は交換しないといけないということで、まあ、長い目で見て、リチウムバッテリーの方がコスパ最強、ルースさんの大好きだねということで、今回リチウムバッテリー使おうかなと思ってます。でなんですけど、もう一つ、リチウムバッテリーのメリットがあります。ちょっと測ってみます。体重ね。ウェイトチェッキング。あれ？ということで、このリチウムバッテリーさん 19.75kg。めっちゃ軽いですね。リチウムバッテリーさんどうですか、ルースさん。はい。はい。めちゃめちゃ軽いです。ということで、リチウムバッテリーは鉛バッテリーと比べて圧倒的に体重も重量も低いです。でそもそもね、鉛バッテリーは、今回リチウムバッテリー 12V の 206Ah なんですけど、鉛バッテリーはこの半分しか使えない。 50% 以下下回ったら劣化するんで、同じ容量でも半分しか使えないし、鉛バッテリーの場合だとこの同じ 12V200A でも重量は2倍になるし、大きさも2倍ぐらいの大きさに、約2倍ぐらいの大きさになるということで、こっちの方がコンパクトでね、体重も軽量なんで、このねバスライフとかバンライフにはリチウムバッテリーの方が圧倒的にいいって感じです。ということでね、まあなんぼでかいバスでもスペースは限られてますということで、このねバスライフバンライフにはもうリチウムバッテリー、コンパクト軽いリチウムバッテリーはもう最高って感じですかね。はい、どう思いますか、ルスさん。Yes, perfect. 多分ベッドの下そうです。まあちなみにね、僕らは今回ねバッテリー置く場所はこの辺に置こうかなと思ってます。はい。でね、このリチウムバッテリーちゃんなんですけど、今までいいメリットのことばっかり言ってきたんですけど、デメリットもあります。はい、これデメリットはこの暑さとね寒さにめちゃめちゃ弱いということで、まあバンライフね、いろんなとこ行ったらこう、まあサニーの中はどうなるかわからないんですけど、マイナスになることもあると思います。夏めちゃめちゃ暑い時、40度車内超えるかもしれないです。このリチウムバッテリーちゃん、暑さと寒さにめっちゃ弱いんですけど、このSOKさんのバッテリーには、まあ、BMS っていうねバッテリーマネジメントシステムみたいな機能がついてて、めちゃめちゃ暑かったりめちゃめちゃ寒かったりしたら自動的に、バッテリー充電を停止してくれる。であとこのリチウムバッテリーはすごい、なんていうんですかね、充電しすぎたり過充電とか過放電しすぎたらあんまり良くない、劣化するっていうことなんですけど、この BMS には、このSOKさんのバッテリーには BMS っていうシステムがあって、それで、過充電か放電を、自動的に停止してくれるっていうシステムもついてるって感じです。ということで、リチウムバッテリーのデメリットもこのSOKバッテリーさんは克服してるって感じです。克服したバッテリーって感じです。はい。で、今回なんですけど、この、リチウムバッテリーがなんと、ということで、ルーさん頭ごっつん大丈夫ですか？持ってくる時めっちゃ痛い。ごっつん大丈夫、すいません。次回 next time めっちゃ真面目人タンコブちょけたからごっつんしてもた。ということで今回なんですけど、これねSOKさんのバッテリー1234566個ねつけたいなと思います。323にまあ6個つけると単純計算で 12.8V の 206Ah は 2636WH が6つってことなんで、多分15000何倍だと思います。多分ちょっと頭悪いんで計算できません、すいません。158200.8WH っていうことで、これどういうことか全くわからないです。はい、ルーさん、まあ単純計算でこのジャッカリーさんが20個分ぐらいみたいな、20をね、はい、わお、いいですね、やばいです。でこのジャッカリーさん、20個分ってことはどれぐらい使えるのかってちょっといろいろ計算してみたんです。で計算してみたら、例えば、このエアコンなんですけど30時間ぐらい使えるみたいな、30 hours。めっちゃ大きいで、夏最高です。夏最高です、最高です。はい。で次なんですけど、もしテレビを使います 65W の 32B 型みたいな使うとしたら243時間。うわー、すごいですね。めっちゃ長いこと見れますよ、この6つで。ハマる人全然大丈夫。めっちゃ大好きです。ルーさん好きですよね。毎日243時間ずーっと見とけますよ。243時間ってことは、まあ、10日間テレビつけとっても大丈夫みたいな。で、沢藤電機さんの冷蔵庫をやったら、439時間みたいな。439時間って何本？何週間ですか？2週間ぐらいつけとっても大丈夫って感じです。はい。チャージしなくてもこのバッテリーある分だけで賄えるって感じです。で電気毛布ね、4枚だと、200W 計算で79時間。で電子レンジ、31時間ぐらい使います。わお、ごっついで、はい。最高です。で、はい、ノートパソコン、コンピューターね。197時間。一番使うもの。はい、ルースさん仕事よろしくお願いします。はい、ルースさんお願いします。なんぼでも仕事できますね、ルースさん。はい。ということで、携帯電話やと5273時間。やばい、これ1年ぐらいじゃん。1年ぐらいわからないともう多分。まあということで、それぐらいの容量のこのバッテリーっていう感じでございます。まあ実際にね生活してみて、この3人の中でね。足りるかどうかもまだわからないですし、もしかしたらこの6つじゃ足りひんっていうことになるかもしれない、わからへんけど、まあそれは実際に生活してみて、検討していきたいなと思います。まあこんだけ大きいねバッテリーがあっても、こう入ってくるソーラーとか、発電システムがなかったら何の意味もないんですけど、とりあえずこの電気を貯めとくところがそれだけ分あるってことはね、すごいビッグステップアップです。トニーに比べてもね。トニー全然違う。トニーが初めこれ1個やったからね、ルーさん。そうですね。これの20倍ってことなんで。もう、wasn't enough。そうやね。はい、絶対。もう電気終わりました、1日。終わってますね。まあ、っていう感じで。まあ、僕らの夢はあくまで、2週間のオフグリッドライフなんで、それに賄えるような電気システムをこれからね、作っていきたいなということで、今回、SOKさんの、リチウム、バッテリー、6つ、3人に設置したいなと思います。この6つのね、バッテリーなんですけど、僕らはね、このバス 24V なんで、24V システムにしようと思ってるんですけど、まあ、これからね、2直3並列でつないでいくんですけど、この2直3並列つなぐときにバッテリーのねこの残量が 100% フルチャージじゃないといけないということで、これ1つずつチャージしてあげないといけない。これが時間かかりそう、かなり。で、長いことこのバッテリーをキープしとくには、バッテリーの残量がだいたい30から 60% ぐらいの残量にしておくと、こう長いことキープしてできるみたいな、劣化させずにキープできるってことなんで、まあ今多分30から 60% ぐらいだと思うんです、バッテリーの残量が。これを6つとも全部フルチャージさせてあげるに、だいたい多分1日ぐらい1個、多分1日で2、3個充電できるって感じなんで、まあ3日から2日、これからバッテリーさせないといけないということで、ちょっとチャージしましょう。もう早速どうですか？ OK、OK しましょう。ということでこんな感じでね、今チャージしております。このねバッテリー充電器、これリチウムバッテリー専用の充電器を使ってます。リチウムバッテリー専用ね。でこれを使って、でこのバッテリーのね黄色の裏ついてるやつはまだ終わってないんで、電気システムの一番初めの作業はチャージングっていうことで、ルーさん just we have to wait みたいな、 waiting が一番初めの仕事っていうことで、まあこれからたくさんね仕事が増えていきます。電気システムで、ね、バッテリーはあってもこうどううまく電気を回していくかがこれからのキーなんで、皆さんにもシェアできたらなと思うんで楽しみにしとってください。はい、ということで waiting です。 OK maybe we can do the meso here、はい瞑想、you know how do you say English? わかんない。メディテーションとここでウェイティングタイムだい。 OK ということで皆さん電気システム楽しみにしとってください。アディオス。